お家の開運とか風水とかそういうの仮想か仮想だよね。手放すけど、ここで一旦考えてくれる人、なんで手放されたんだって考える人は変わるんよ。でもちょっとね、石原さとみさんが、ね、30キロ太ったって考えていただいたらいいんですけど、ショック。本当としてはショック。そういえばどういう始まりしてたと思って今思ってね、いや、なんか緊張する、緊張するあれでいいけど、どういう始まりして、はい、とりあえず、また YouTube 撮ることにしました。今日のメンバーはですね、今日はあの、なんだろう、イベントはねしてるんですけど、私それで、それに来ていただいた先生です。で、マクラメっていう網があるんですけど、そちらの先生と、サポートしていただいてる方なんですけど、なんか企画とかいろんなとこをどこでやってたっけ？流山市でやってます。流山市でやってる、はいはいはい、千葉県流山市。どんなちょっと私もさ、あんまり詳しく聞いたことないじゃないですか、はい、だって大体なんかこう、まあ、セッションとかで喋、ね、ったぐらい で、うん、で今日またなんだけど、どっちも初めて 生見てるから。そうだからさ、まあ、最近ね、生で会う人が初めてで、あのオンラインでしか見たことないみたいな感じだけどね、だからちょっと説明じゃないけど、ちょっと軽く、まあ、1秒ぐらいで。そう、ちょっと自己紹介を誰してみて、なんかほらどういう企画とかいいんだけど、何でも、じゃあ企画は、はい、どういう感じで、どういうことで、どうやってますって言ってください。あ、はい、じゃあ千葉県で、イベント企画の方をしておりまして、地域の方と、あと何かこうお店やってる方とか、ものづくりされる方とかを、販売する場所であったり、まあ、我々自身も出店とかもさせていただいてるんですけど、そういうのを活動をメインにさせていただいてます、はい、これ切ろうか、クーダー。絶対音めっちゃ聞こえると思う。本当だ、はい、とりあえず熱いかもしれんけどね、いいですよ、大丈夫です、大丈夫、ね、カットとかしてくれるから大丈夫、はい、で、はい、そういうあの企画をしていただいてる、はい、何さん、はやかです。はい、はやか様、はい、そうちゃんです。そうちゃんです。です、皆さん、で、なんだろう、どうしたらいい、あ、まあ、でも概要欄とかに私がこうつけてあげればいいのかな、なんかインスタで、いいですか、全然送ってきていただいたら、それにね、もし気になる方があったら、まあ、ちょっとご連絡していただいて、はい、ね、出店とかね。で、ちょっと聞きたいんですけど、今日ほら、私初めてやったんよ、マクラメ、はいはい、うん、で、すっごいさ、すっごい頭使うなと思って、すごくね、慣れても頭使うからいいと思うんやけど、うん、あれってなんでしたいと思った、したいっていうか、あの植物が好きなんですよ。え、植物と関係あるので、植物 の、うん、あのツルスプランツハンガーっていうのを作り始めたんです。はい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 、はい、でそこからなんかちょっといろんなの作ってみようかなっていうことで、あのまあ今回やったそのジュエリーを石の包んだペンダントにしてみたり、あとは何でしょう、あの服が来るように袋を作ったりするんです、うん、え、あれで袋を作るの？そうなんです、ま、紐を変えたら、はい、お人形を作るってこと？まあそうですね、そうな、あれでできるの？袋を？編み方を覚えてしまえば立体のものもできたりするんです、それ持ってくればよかったよね、まあ、どうふ、だからこうやってあるんだけど、袋どうやって何やろか、あ、でも、私が今作ってるのは、もうタペストリーなので、壁にもペタって貼る、あの吊るすやつ、はい、あ、だからそういうやつを、まあ、メインに作ってるんですけど、はいはいはい、あ、そうなんだね、はい、いや、もう私すごいね、楽しかった、もう楽しかったよ、もう安心一安心。それで今日はさ、なんかとりあえず残ってくださいって言って今日こういう感じになったんやけど、なんだろう、なんだろう、女子会みたいにしたいなと思ってさ、女子トークするのもなんやけど、ちょっとね
全然違うけど、こうスピリチュアル的なことでさ、興味あることとかさ、なんだろう、神社寺好きですとかでもいいんだけど、なんかないのかなと思って、そういうなんか、いや山盛りあります。いやめちゃめちゃ山盛りあるんですけど、いや例えば占いっていうくくりでもいいんだけど、うんうん、スピリチュアルってくくりでもいいし、うん、あとなんだろう、神社とか、うんうんうん、なんかお寺とかでもいいし、何とかちょっととりあえず種類を言ってほしいんだけど、うん、お家の開運とか風水とかそういうの仮想か、仮想だよね、うん、なんかみんな取り入れられる、うん、なんかこういうのやったらいいよみたいなのはいつもすごい興味があって、うん、例えば、うん、例えばまあ風水的なものでも、自分で今普通にやってることはどういうこと？例えばほら、こう言ったからこうやってみたみたいな。観葉植物が、うん、まあ、うん、彼女も私も好きで、うんうんうん、お家に取り入れるんですけど、うん、私は観葉植物とかも結構枯れちゃうんですよ、すぐ。それが悩みで大好きで、すごい可愛がってるんですけど、うん、いつも枯れちゃうから、なんでかな。ちょっと場所どこで置けるの？リビングと玄関と。でどこのが借りれるの？リビングです。うん、あらあらあら、リビングになんかついに置くといいよとか、なんかこまめに置くようにはしてるんですけど、どうしてなのかしら。リビングがまずリビングが、はい、枯れるってことは、やっぱあんまり気が良くないっていうことじゃないですか。で、気がいいとこやったら花もそうだし、うんうん、植物とかも、あと果物とかもほら、うん、悪くなりにくかったりするじゃん。はい、だから、まず、ちょっとリビングを見たことがないから、どんな感じで、いやけど、自分の中でどこがちょっと、心当たりある、気が流れが悪いとか、ただ窓がないとかでもあったりとか。いや、窓の近くだけど、角のところ、角のとこにこう部屋の角に置くので、はいはいはい、そういうのも良くないのかなって思ったり。だけどこれがリビングとしたら、この近くのこことかこういうところに置くってことよね。ここってさ、普通ほら塩置きたいとかそういうとこじゃん。うん、ねえ。じゃあだけど普通にここでじゃあ四隅に、ね、そう四隅に置くってことだから、うんうんうん、枯れやすいんじゃない？だから悪い気がほら溜まりやすいとこに、そうなんですよ、うんうん、リビングってこう、まあ、三角じゃない、四角じゃないかもしれんけど、うんうん、置いとるんじゃないかなと思うよ。で、それで例えばそれだけ置いてんの？例えば、うん、塩と一緒置いてるとか。それだけ。あ、じゃあちょっとわかんないけど、塩と置いてみたら、ほら塩がほら防御してくれて、あー、なるほど、うん、いつもよりなんていうのかな、いいって育つあるかも。だってこれがさ、結界っぽくなってると思うんだよな、今話聞いてたら。四隅に置くって言ってくる。植物を結界代わりにしてるってこと？そう私が植物に、そう違う働きをさせてる。そういうことだから、それも蒼ちゃんに相談した時に、うん、その角じゃなくて、うん、部屋の中心の方に置いた方が植物元気だよっていうアドバイスをもらってて、言ってくれてるやん。でもその角が原因ってあまり思ってないし、そこに置いた方がこうバランスが良かったりしたから、あ、見かけだから、うんうん、ちょっと塩を置いてみたら違うかも。ほら、これがほら結界代わりにしてくれて、この子は害がないかもしれない。なるほど。ちょっとそれで育つようになったらちょっと報告ください。わかりました。よくなと思って今見てたら、そう気が悪い気が溜まりやすいところに置いてるなって見えたから。そうかも。でだから角に置いてるかも。そうだけど育ちにくいところに置いてるから、うんうんうん、で玄関は、まあほら悪いのも来るけどいいのが来るんじゃない、うんうん、だから、うん、その別にいいと思うよ。結界とかいう意味じゃなくて、うんうん、いい空気を入れるみたいな雰囲気やから、うんうん、育たないとかじゃなくていいと思うの、私なんか見た感じが。でもそのなんかリビング、なんかこう四隅に行くみたいな感じなんよね、うん、悪い気の流れって。あ、そうなんだ、うん、それをあえてなんか置いてる。だけどすごい真ん中置くって正解と思うよ。真ん中ほら。いや、例えばの話はだから、だからここの結界になるやつを置いて、石でもいいし、水晶とか、水晶の石と置くとかでもいいかも。
そしたら これが防御してくれるかも。うーん、僕のって水晶床に置いてしまっていいんですか？あと皿とかの上に乗せたりしてる。お皿の上に塩乗せたりとか、形とかは何でもいいんですか？うん、あのさざれでもいいと思う。さざれでも良くなったっていう人いたし、うん、へー、そうだね。で、玄関はその植物以外は何やってんの？絵が置いてあります。絵画っていうか、はいはいはい、なんか開運的に思ってるやつで。開運だから植物を置く、うん、でも花の鉢植えを置いていいのかなっていうのはちょっと悩んだりしたことがありました。はいはい、なんか女性が迎え、うん、お迎えしてるっていう意味合いだよっていうふうに聞いたこともあって、うんうん、でやってもいいのかなと思いながら置く場所がなかったので玄関に飾ったことはあったんですけど、うん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 、そっか。あと、まあ、鏡を置く人とかも厄除けでおるし、うん、私は今年は特に、なんだろう、龍さんの玉っていうイメージで丸い、水晶か丸いものを置いてる。水晶だったり、まあ、石でもいいし、まあ、私赤い玉を置いてるんだけど、そうそうそう、なんか今年なんかそんなの置いた方がいいなっていうのと、もう一個がカエルちゃん嫌いじゃなかった、カエルちゃんの置物置いてる。うん、だから無事カエルとかカエルあるんで、うん、なんか結界にも遅くなるんじゃないかなと思って、なんかイメージ的にね、うん、だからそういう玄関っておそらく一番大切な気がするんですよ、うん、あの開運っていう意味で、うんうんうん、だけどそういう、まあ、あとはもう絶対水回りとかやけど、あと、うんうん、あとそうだな、そういうことやってるから、仮想的なものよね、うんうん、あとなんか気になることある？家のことで。家のこと？家じゃなくてもいいよ別に。今仮装言ってきたから風水で言ってきたで。家のことじゃ、いや家の事情とか言われてまたちょっとわからんけ。そういうことだけど、家って家の作りとかさ、わかんないけど。あ、作り？何でもいいんだよ。そしたらうちのリビングの木、うん、木ってどうですか？木ってエネルギー的に、うん、そうそうそう。例えばみんなが集まる場所、こうありますって、どんな感じ？玄関が？玄関が、まあ、うん、こっちから入ってきたとして、うん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 、ドアがあり、リビングがあって、うん、キッチンで、こっちに窓、テレビ、窓。テレビは何側にある？あれ南側？南側。あ、ここ南。うん、でこっちに窓があるんですよ。例えばテレビっておそらく東か南なん。東京とかが良かったんじゃないかな。うーん、だからな、南じゃないでしょ。真南じゃない。あ、じゃあ大丈夫、うん、ダメなんですか真南だと。うん、そうそうそう、あの、あ、ダメとかより電気のものでしょ、うん、うん、で南って火でしょ、うん、壊れやすいんじゃないのかなと思って、うん、とかあと反対に水と火もダメと思うから、北とかもあんまちょっと南東とか、へー、ちょっとずらしたらいいんですか、うんうん、でも真南ではない、うん、でだったら大丈夫と思う。あ、うん、へー、なんか私のイメージね、うん、そうそうそう、あんまり私もね、あんまは風水そうだなっていう、だから火のパワーととかそんな感じで考えちゃうから、うん、あれなんだけど、うん、へー、そうなんだよね。だから今でまあ雰囲気的によく、例えば赤のマットとか、うん、例えばテレビとかやったら赤のマット下引くと、うん、まあ、仕事運が上がるとか言うよね。へー、赤いものでもいいですか？赤いものでもいい、置けばいい、うんうん、へー、そうだね、あのテレビの横ね、テレビ、うん、そうそう、情報が入ってくるみたいな感じって言ってた。なんかそういうこと凝ってやってたんだよ私。だから皿を赤とか黄色とか、あのオレンジとかにして、どこどこのとこに、その皿がある上に何か置くみたいな感じで全部やってた、前の時とか。うーん、今は全然普通にお札とかで結界とかあってたりするから、うん、全然なんだけどね。そっか、家のことってそんなこと考えたことなかったけど、でもここってすごく流れ的に気がいいらしいから、めっちゃ動物とか、まあ、虫も寄ってくる。虫？そう、スズメの巣、スズメ？ツバメの巣がここにあって、でそれがなくなっ、あの私が引っ越す前に取りますって言ったけど、取ってもらったね。やっぱ覚えとるのよね、うんうん、1年経ってもまたここで作り出したんじゃん。ここの上にツバメもあるのよ。あっちのベランダとかは
蜂が巣作り出したから、うわ怖い怖いでしょ、だから、うん、そう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 、それはちょっと邪魔してないし、来ないで来ないで、へえ、そうなのよ、なんか寄ってきやすくて、うちのとこ、まあ、金華さんにじゃなくて、この家がそういうか、うん、あの気の流れがすごくこう回ってるとこらしいから、うんうん、だからそういう風になんか生き物とか寄ってくる、へえ、すごい、だって白いトカゲも出てきたよ、すごい見たことない、そうでしょ、はい、白いトカゲが夜でビチ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 、家の中、家の中知ってきゃ、私なんで白いトカゲどこからついてきたか分かんない、だってここだって1階なわけじゃないじゃん、違う、そうそうそう、そういう話で、この子はどっから来たんかな、ね、でも夜だとシャ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 シュミッツミ歩いていく、それどうしたんですか、いや別に放置してました、今も出るんですか、今は出てこない、そうそうそう、なんかのきっかけの時だけ出てくるんじゃないの、やまりなのか家の主っていうのかな、ああいうのって、真っ白を聞いたことないですね、そうなの、時真っ白だけど、なんだろうこれってぐらいそしてこれくらいのこれくらいのこれくらいのそうなのね、ここはでもね、おそらくね、人も集まってくるって気の流れと、あとおそらくよくここ来た後とか、なんていうのか、運気上がったって言う時もらっしゃる、やっぱ気の流れがいいのか分かんないけど、よく言われる、運気が変わるらしいよ、また来たい来てほしい、また来たい、うん、っていう感じだよな、家のことは多分、あとなんだろう、どういうことで興味あるの、例えば、まあ、スピリチュアル系でも占いもやけど、今日来る時に、うん、車の中で魂の話してきたんですよ、魂、うん、そう、なんかみんないろいろあるねっていうのを二人で、でもさ、これは私が決めたことじゃなくて、うん、魂がこうしてるんだよねって話になって、それでなんかほら、私は多分もともと多分よさげ、あの人生の、うんうん、あまり苦労しないで来ちゃったから、うん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 、そのまま行くんだろうなって思ってるんだけど、うんうん、みんないろいろあるじゃないですか、ね、みんなそうなりたくてなってるわけでもないから、いや難しいね、自分たちで変えるのはって言ってそうだな、だからさ、本当に年齢いてから変えるのって難しいなと思って、うん、まあ普通に私もさ、鑑定来てくれる子でさ、やっぱ本当に10代20代とか、まあ、本当ちっちゃい子供なんて、こうしてさ、うん分かったって言ったらシャッて変わったりするとか、うん、もう目に見えるぐらいは変わるんだけど、でもやっぱちょっと年齢いってたりが、こうなりたいんですとか、ああなりたいんですって時は、まずね、私、うん、まあおそらく占い師としても優しいじゃないですか、言い方が優しい、よくさ、ほらはっきり言ってくださいってよく言われるんですよ、分かります、別に はっきり言うだけ、白だ黒だって言ってもらいたい人もいるの、うん、だから、うん、でも下田君、例えばね、大げさに言えば、うん、あなたの性格は問題ですよってあるんですよ、例えばわかる、あるんですよ、あのなんでこんな運気ですかって言われた時に、うんうん、でもさ、あなたの性格が悪いですなんて言えないじゃん、どういうふうに悪いとか説明な、うんうん、いやこれだから、もうちょっとこういうふうに考えてみたらどうですか、うんうん、もうちょっとこういうふうに考えてみてって言うわけ、うん、でも結構やっぱこう若い子はすぐほらそっかーで終わるんだけど、例えば暗かったら明るくやってすぐ変わってくれるんだけど、大体のなんかカチコチに固まってる人は言っても、いやーこうやってみたんですけどとか言うけど、聞いてみるとやってないですよ、うん、ないですか、そういうなんか友達でも、うんうん、アドバイスしますって、うんうん、そしたらこうしてみたらいいじゃんとか、こう考えたらいいじゃんって言って、あそうだねって言ってすぐやること、あの言ったけど、いやでもさ時間がなくてとかさ、何でもいいんだけど言うじゃない、あります、ない、あります、あります、それでおそらく差ついちゃうじゃん、うん、すぐやる子はすぐ行動する子やったら、やってみたら本当に良かったよってなる結果かもしれないしって思うけど、私いつもそれは思うんだけど、どもみさんの相談とか聞いてて、あります、あるよね、ありますよ、それは、うんうん、でももうその人はその人だなって思うしかないから、うん、そうなのよ、そうなっちゃうのよ、うん、そうなっちゃう、それはすごい私わかる、うん、もうなんかもう、うん、だからどうしようかなっていつも、だからね、もうちょっとお手上げではないけど、とりあえずちょっとこうしてみます手放してみます、へえ、
だからでも手放あダメだよって言うんじゃない、手放すけど、ここで一旦考えてくれる人、なんで手放されたんだって考える人は変わるんよ。うん、うんうんうん。であともう一個最近思ったのは、人ってやっぱり言わないと分かんないじゃん。うん、思わない？めちゃめちゃ思います。あの私ちょっと本当男チックだから、いや言わんでも分かるでしょって思ったりするとこあるんよ。うんうんうん、空気的に例えばね、うんうんうん、これって言う必要ないだろうとか。でも本当に、まあ、親からも言われるけど、ちょっとおそらく男みたいな感じなんじゃない、言わないんですよ、うんうん、あの、まあ、特にマイナスなこととか言っちゃいけないじゃないけど言わない、うんうん、まあいいや過ぎ去ったことだし、うん、とか思って。でもで男の人もそういうタイプの人多いじゃない、うんうん、でそこが言わないとわからないんですよって女子にめっちゃ言われるんですよ。すっごい言われて、えでもさ、これ別に言わんでもいいかなって思っちゃってる。でも言わないとダメだっていうこともちょっと最近勉強してきて、うんうんうん、でもね、もう全然違うけど、うん、まあこうついてますとか、さっきもね、幽霊ついてますとかでもいいよね、うん、生き霊ついてます、何でもね、とりあえずね、私の考えはよ、例えばちっちゃい子とかやったら、まあその子のまだ人生決まってない時にこうなっちゃうから、じゃって思って、うん、あこうついてるよって言ったら怖がるから、そんなことは言わないけど、うん、あこうやってみてとか、うんまあ、なんか、うん、払い的なことはやる、うん、でもある程度の大人になった時に、まあ、特に、まあ、20後半ぐらいからもう私はもうそういうことになった時は性格が固まってきちゃってるから、うん、そういう子にはついてますよって怖がるだけやから絶対言わないんだけど、ただこういうことやってみたらって、こういう思いになってみたらっていうアドバイスはするわけよ、うんうん、でなんかね、本当思うんだけど、来てもらっただけでもなんか払い的にはなるけど、うん、普通に例えば私がポンって払するだけでも払い方ってあって、うん、でそのだってたまにこうやってしたらパパパってやったりするときあるんですよ、うん、ついてるときとか、うん、でもそんなことをじゃあこうやりましたよって私は言わないんですよ、うんうんうん、でそれが私はもう売りではないから、売らないっていうのが売りだから、うんうんうん、とあとなんだろう、ツアー、そういうパワースポットいう、うんうんうん、でツアーっていうのも楽しいとことか、パワーがあるとこに行って自分はどんどん浄化して、そしてどんどん綺麗になっていけば、まあそういうなんて気持ちも明るくとか、うん、元気になるって私が思ってるの、うんうんうん、だからそういうとこにみんなで行こうとか言ったりするタイプなんだけど、はい、なんかね、私はだから言葉数が少ないからかなんか知らんけど、自分のことは自分でやりなさいって思うんですよ、うんうんうん、でちっちゃい子とか10代の子とかは手助けするんですよ。それは何でかというと、まだ出来上がってないから、うん、あーってもうちっちゃい子の相談とかされた時は、じゃあこういうことをやって、こういうことにして、お母さんこういうことやってみてくださいとか教えたりするんだけど、そうじゃない人の時はさ、ずっと繰り返しだから、例えば幽霊つきやすいで、生き霊も、うん、あの しつこいんでそうなんですか、ずっとへ返したからって言ってもやっぱ来るんですよ。またその人につくんですか。生き霊だからね、あなたが誰かついてるとするじゃん、うん、女の A さんついてるってなったら、その A さんと例えばよく会うなら、結局取ったところでまた A さんと会ったことによって、怖いぐらいしつこいんですよ、生き霊。だからよく言うじゃん、生き霊って一番ちょっと取るの大変って言うじゃん、うん、でだからじゃって言った時は、あっちの思いも変えないけんけど、うんうん、単純に言えばこっちの思いも、例えばこの人ともうあんまり会わんようにするとか、うん、自分が気づいてやんないとずっと繰り返しだから、うん、でそれをね、いやだからすごい、例えばすごいものはもう本当にすごい霊媒師さんに紹介しますよ、言い方できる、うん、まあ、これはすごいなと、自分で太刀打ちできない種類だったら、うん、でも大体人の念とか、亡くなった人の霊が つきやすい人とかのは、うん、こういう風にしてください、ああいう風にしてくださいと教えるのよ、うん、であと性質的なもんあるから、はい、性格もやっぱ変わんないとダメなんですよ、はい、うん、なんかわかりますでしょ、うん、でも今言ったよりほら、だいたいこれね、カチコチになった人にね、こういうことして持つで、うん、でもねとか、
でもですねって言うんですよ。なんか言われないんですか、うん、あのことを言ってあげてくださいみたいな、そういうのないですか、 あれはちゃんと伝えてみたいな、これは、ね、人間が言ってくるってこと、話見えないものじゃなくてね、見えない人が例えば、うん、あなたには絶対これを言ってあげた方がいいです、言ってください、たまにあります、だからこの人にはこういうこと、でもそれは守護霊さんが言うんだから、うん、その人のおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、守護してる人が、いや男もこの人悪いから今の男はやめとけって言ってんなっていうとか入ったら、それは伝えます、うーん、え、ちょっと言っていいですかつって、あ、うん、それはある、でも、うん、そうじゃないよつってね、だけだって大事よ、例えばね、もうず大事よ、大変、そうでしょ、ね、そうで、もういろいろとちょっと霊的なことになるとさ大変だなと思って、うん、でよくさ、なんか私もさ、なんか全然ちょっと知らない人で心配される人、つきやすいどうの、いや知ってるしってで私だから毎日そういう時期っていうか、そういう時期とか時期もやし、場所行った時には1日リセットしてるんですよね毎回、うんうん、でも、うん、そういうことをやってるっていうルーティーンは教えたことがないですよ、うんうん、で「わ」って言われて、だけど「わ」じゃないとやってるってじゃないと私この仕事続けられないから、そうですよね、ねえ、こういつもこんななってこんななってこんななって、はーいって占いしてみ、お客さん来るでしょ、暗いわこの人っつって思わない、だからさ、いや全然やってるけど、それをやってるんだよねとか言わないじゃん、はい、例えばね、普通言わなくない、でも言わないとわからない人すっごい多くて、毎日のそのルーティーンのリセットみたいなのって何されてるんですか、それは、まあ、朝はあれなんだけど、例えばね、前ね、夜はね、勝手にね、お坊さん的な人が入ってね、お祓いしてくれてたの、すごい、でそれは勝手に寝てる間、やだ、これはもう占い師になってだいぶしてくれてて、なんで気づいたかってね、うん、面白いのが、はい、ちょうど初めて1泊2日のパワースポット巡りをしようとしたの、うん、でその時は今はね個人でねホテル取ってねにしてるんですけど、うん、その時は私が全部取ってたんですよ、うん、ホテルとかも、ただキャンセルする時大変じゃない、で気づいたから今は泊まるとこは自分で参加費だけもらえますにしてんのね、うんうん、でもその時にまあ取った時にこうやっぱ 3,4 人泊まる部屋とか取ったんですよ、うんうん、女子だけ何人っていう部屋取って、うんうん、1人で泊まるんじゃなくて 3,4 人、うん、で値段すっごいその時おそらく安くしてるから、はい、だけそういう風にしたんだけど、うんうんうん、自分だけの部屋取るんじゃなくて、うんうん、まあお試しと思ってやったから、うんうん、そしたら私の周りにほら過去3人やったから囲まれてて寝てたんだよ、うん、そしたらね朝方になるとね、ずっと私がジャン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 するんだって、え、寝てるんですよ、え、金華さんが、うん、え、金華さんが、うん、寝てるんですよ、でも例えばシャン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 で、だからまあ呪術とか持ってたからなんかやってんだって、でなんかやってんだって、私寝てるし覚えてないんだけど、でも横脇の人がえ、おたけんけん起きてでじーっと、でも儀式と思ったらしくて、あの言えないっていうか見てるだけ、うん、とかなんか始まったけどおそらく、ま、やってんだろうなと思ってチラチラって見ながら、そして朝じゃ まあ7時くらいかな起きますって時に、うんうん、いつもやってるんですかって言われた時にはてなだったんよ、儀式、え、じゃあ寝てるから寝てるから、そしたらその人がいやシャン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 言い出してこうなんか切り出してるんだって、私がすごいで誰がって言った、いやいやいや金華ちゃんだよみたいになっていやいやまたまたまたって言ういや私寝てたじゃんって言っていやいやねえってこっちの脇の人も起きてたらしくてねえなんかの儀式かと思ってたって言われて、それで初めて知ったの、へえ、だから毎朝ね朝起きたら軽いんだと思ってたの、あ仕事終わりました、あ今日も疲れたなってなったとしても、うんうん、遅くたらすっきりしてるんですよ、うんうん、誰かわからん人がいつもやってくれてじゃあ一人の時もやってる可能性あるってこと、だけど一人やから気づかなかったの
で大丈夫 で最近は、それはまずちゃんちゃんやってるのを知らないけど、うん、今のところまた一緒に、うん、もう一人で寝るようになったからねホテルも一人で撮ってるからねわかんないけどただまたダゴなんかこう座敷わらしのところにまた、ね、みんなで泊まるっていう時にまたシャン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 って聞こえたらしくてやってますねやってますね、すごいであのケイカさんって言われて何言ってたなんか鈴かなんか鳴らしてましたって言われたのはてななんですよでもシャン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 って聞こえてであなんかシャンシャン聞こえるけど何やってんだろうなと思ったけど見ちゃいけんかと思って見なかったんです止めちゃいけないと思うあれでも話しかけたらどうなるんでしょうその途中にいやだからねこの最初に見た人は動画撮っとけばよかったって言ってたあ私も、ね、撮っとってみたかった何をやってるか知らないから寝てるからそうなんですよでまあそれもみんなで泊まった時分かってて、うん、今は例えばわー大体朝になると大丈夫なんだけど朝ちょっとああれだな悪いなとか例えば生き量飛んできてるのとか、うん、いろんなことも分かっちゃうから、うん、だなーっていう時は前話したか覚えてないんですけどとりあえずそういうあの占い師になってすぐ、うん最強のお経と祝詞とかいろんなやつを行者さんにもらったんよ。で私最初もうお経も祝詞も何もわからん時やったから、はい、これをはいあの子に言って渡されたことがあったんですよ。でそれはわからんけど、まあ、読んでみたんですよ。ただ唱えてみた。そしたらうわってなんかスカッってなってえっていうお経と祝詞とかかな、うん、だったんですよ。すでそれはもういざなんとかっていう時とかも唱えるし、うんうんで最近は毎日唱えなさいって来たんだけど、うん、続けられない人なんですよ私なんか薄々分かっております薄々分かっておりますだからいや例えばね例えば3月とか1月でも今月は本当にあなた唱えなさいって入ってくる時あるんですよ本当に本当に唱えなさいって、ね、そうそうちゃんとやってって今月だけでもいいからちょっとやってくれるって入る時があるんですよでその時はでも1週間やってあんでまたまだ寝とこうとかさだってさそんなに長くないけど1時間はかかるから30分はかかるから30分早く起きなきゃいけんのよ、うん、早くして30分よ、うんうん、ゆっくりこう例えばまあろうそく立てたりいろいろやってしたら、まあ、1時間はかからんけどでも1時間は見とかんといかんわけ、うんうん、っていうことがさいつもより1時間早く起きるんですよ、うんうん、できるできる、できない寝てたいでしょだからって思いながらいつもできない で私もうできないですってちゃんと唱えなさいってできないですって言ったらあじゃあって言ったらYouTube 流していいよとか何していいよって、ね、教えてはくれるんですよすごいあじゃあ YouTube でいいならいいよそうなんですよ本当にこれできるで最終的にはこれを振っとけばいいよっていうとこまでたどり着いて最初から教えてよと思ってかだからわーって思ったらシュッシュッシュッって言ったらあれって取れるんですよ、うん、でよほどじゃないと頑張んなくてよくなったうん、うん、それまでは本当にいや大変ですよねうんそうなんですよだから私はよく言うんですよ最初占い師をし始めた時よりまあ、今11年かな、うん、考えたら本当に何キロ30キロ太ってるんですよ笑っちゃいけない、うん、石原さとみなんですけどそうですよね、さとみさんでもちょっとね石原さとみさんが、ね、30キロ太ったって考えていただいたらいいんですけどショック本当としてはショックそうでしょ本当私もショックっていうかさもうどんどん入らなくなっているし服とかもう前のやつどんどん捨てていかなくちゃいけないしでまあ太ったねって言われたらねあジャキ太りですって言ってもう幸せーもうあジャキ太りか頑張ってるんだと思われるじゃん、うん、幸せ仕事頑張ってる仕事はするとっていう感じなんですそうなのね感じで親指 右が上になるねカチャってなったよね。ちょっと待って。どういうこと？言おうと思ったら、
あの本当に座敷わらしなのっていうの顔ドアップできて、いや怖っと思って、一番最初に来た時、怖い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 、あの座敷わらしのこういうこういう、ここかもうそうそうそう、だけなんかが、え、じゃああれ揺れてんのもそうですか、あでもそうやってあれ、あ本当だ本当だ、そうよそうそう、だからもう分かりやすいようにこうビビビ飛ぶし、え、すごいよく見つけたね、そうそう揺れてんなと思って、本当だ、クーラー切ったしね、うん。